人とも明日は2020年最後のパワーデーだね。え、何何パワーデーってって思ってる人にパワーデーについて説明するね。パワーデーとは一粒万倍日と天赦日が重なる超ラッキーな日のことで、パワーデーには新しい仕事やプロジェクトなど何かを始めるとラッキーなんだってさ。1年に2、3回しかパワーデーはないから、明日6月20日が2020年最後のパワーデー。このパワーデーを逃しちゃうと次のパワーデーは来年2021年1月16日まで来ないよ。明日は宝くじでも買いに行っちゃおうかな。みんなにも最高なハピネスが訪れますように。今日も最後まで動画を見てくれてどうもありがとう。じゃあまたね。